では次に、漫画の初めに下書きした後のペン書きについての漫画のペンについて話したいと思います。通常本当漫画っていうのはこういうインクの入ったやつとこういうなぞる、万年筆みたいなので書くんですけれども、本当は最近ちょっと楽なのも出てきたんで、こういうもう中にインクが入ったようなもう万年筆のペンがあるんですよ。まあ、そういう風に書いて細かいところとか書いていくんですけど、でももっと最近も楽になってきたんで、ちょっと最近はもう水性のもうこういうなぞる、もう太さもこうやって変えて楽にできるペンもあります。でも水性なんで鉛筆下書きのやつで消しゴムで最後消すときにちょっと消えちゃうときがあるんですけど、でもやっぱり漫画っていうのはこっちの、インクの方で書いた方がやっぱりいいと思います。はい、だからこういう風に塗ったりとか線でこうやってなぞったりとかするのに、やっぱりペンのインクとかペンの種類とかちゃんと考えてやった方がいいと思います。